というわけで、ダーニシはいろいろ危ない片鱗を感じたが、実物に会ってみて、ようやく分かった。はい、あ、会ったことなかったわけじゃないですか。一回だけ入った当初の時に森永から、今度、うちに入りました、西田さんです。あ、そこだけだったんですか。その時はおとなしかったのよ。そうです。え、あ、そうですよ。さすがに初めからなんか、ウェーって感じだったら。ウェーって感じで、次もう一回会った時に、なんか細くなってて、え、病気になったのって言って。努力です。努力、はい、ダイエットって何したの。まあこの後の特集で言おう。はい、わかりました。じゃあメールテーマからいきましょう。あなたが好きな後輩キャラは、後輩とした世界ではなく、先輩後輩の後輩です。最多得票は浜上の奈良崎愛ちゃんです。あー、うん、まあ後輩って言ったらそうか、うん、後輩だけど面倒見がいいお姉さんポジ、うん、出れた時の破壊力が半端ないと、うん、エンディングみたいなことされたいと思うのは私だけではないはず。あー、エンディングってあれかな、うんうんうん、あの角度によってはちょっとあれな。だな。だな。これ絶対入ってるよねっていう。うん、何より声がゆかなさんっていう。これが破壊力でかいんだよな。そうだね。なんかこのタイミングでギャルゲーに出るんだって一瞬思ったけども。いや、もう違和感ないどころか、ゆかなさんじゃないとこれできないよっていう引き出しできちゃったからな。そういや、意外となかったかもしれないですね。ゆかなさんギャルゲー。あんまりないんじゃない、うん、うん。あまりないか。甘髪くらいか、俺やったのは。うん。あとなんだろうみたいな。サモンナイトはギャルゲーじゃないし。ギャルゲーじゃないしな。うん。まあ、ギャルゲーみたいに甘い展開があるけども。うん。うん、俺びっくりしたよ。うん。いや、サモンナイトのほら、最後、個別エンディングじゃん、キャラの。ああ、うん、絆みたいな感じでそうなりますよね。でもうほんとなんか、あ、お前らもう付き合ってんだろうみたいな距離になるのよ。うん、うん。言わなかったっけ、だからその、主人公のパートナーっていうのが、うん、男2種類、女2種類から選べて、うんうん、セリフのテンプレートが一緒だから、うん、男になると、最後主人公が現世に帰った時、お前のこと好きだから追いかけてきちゃったぜ。これが、女で俺やってたの。すごい綺麗だったの。ああ、なるほど。ずっと一緒にいたいよって。ゆり色の美しさ、ね。ずっと一緒にいたいよ、好きだもんっていう。あ、なんか綺麗って。男でやったのよ。すごい勢いで森川さんが追っかけてきて。おー、なんか豪華じゃないですか。すごかった。すごかった。ああ、もうそれはすごかったさ。でも、せいやさん、ファイアーエブレム覚醒でもそんな感じでしたよ。男同士で何を考えてるそう、じじいに言われるやつ。やかましいわ。やかましい。本当に。はい、というわけで、愛ちゃんが優勝でした。